私はお前の影から生まれた。今回が初めてではない。同じ過ちを繰り返すのだろう。この運命を断ち切る方法はたった一つだけ。果てしなく繰り返されるこの世界を止めることだ。終わりがあるということがどれだけ恵まれているか。